8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、こちら、はてなはてなはてな、はてなはてなはてなとのバレンタイン。まあこれね、あれですね、新しく来たあのバレンタインイベントですね。でまあ累積報酬で、獲得、するアイテムで、これを、まあ交換する、交換所にて、まあ特定の好きなキャラと交換することによってタウンマップでね、まあイベントが発生するというところ。うん、でそのイベントが発生して、でそれを見ると、まあ、2月14日からのねタウンマップイベントで、まあそのバレンタインイベント、まあ、選んだキャラとの、バレンタインイベントが見れるよっていうね、キャンペーンですね。うん、でもうこれ見ての通りね、僕、もう、まあ、ゼロになってるんですけど、交換しました。はい、でまあ僕がねその交換したキャラクターっていうのが、まあ、これ一番下追っていくと分かるんですけども、はい、こちらの5名にしました。はい、一番上から、嫁様、そしてそらちゃん、本庄さんで、残り2人誰にするのかってね、すごく迷ったんですが、あおちゃんとこっちゃんにしました。はい両方ともね、まさかの新入生っていう感じです。うん、でまあおしさんにはね、まあ言わずもがななんですけども、でまずあおちゃんの方は、これ動画でもね、まあ8テレ公開後の動画でもお話ししたんですけども、やっぱりね、地蔵くんに対して、まあこの8内キャラ1、本校キャラの中で一番当たりが強いんですよね、なんかだもんで、まあ、その当たり強いキャラにあえてこういうアプローチを仕掛けると、またそういうどういう反応をするのかっていうのがすごく気になるんですよね、やっぱりね。うん、まあ、それで青ちゃん選んだっていうのと、で残りのね一枠、まあこっちゃん選んだわけなんですけども、ここすごい迷ったんですよ。うん、このこっちゃんと、でいつもねそのココちゃん選んでたんですよ、過去で。ココちゃんとこっちゃんどっちにしようかなみたいな感じで悩んだ挙句、まあ、ちょっとねココちゃんは割とね、まあ、いつも見ているっていう感じもあるので、ちょっとこっちゃんにしました。うん、まあちょっとね僕の見た目的にもね結構タイプな、部類なので、うん、まあお嬢様っていうのは、まあなんかまた新しい風なので、うん、何この八内のキャラクターにおいて、うん、お嬢様みたいなお金持ちキャラっていなかったので、でそれが本校に入学してきてね、まあどういう感じになるのかっていう、もうそういうお金持ち、要素のなんか話題とかなんかありそうな気もするけどね。だからバレンタインでなんかものすごい、高級なものをプレゼントしようとしてましたみたいな感じで言って、冗談ですけどねみたいなそんなくだりがねちょっとあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、まあそれは2月14日とかになってみないとわかんないですけど、はい。で、まあ交換しましたので、これ5人分ね、交換しましたんで、タウンマップではね、イベントが発生してるので、まあそれちょっと見ていこうかなって感じです。はい、なるべくねそのまず推し3人から行きたいとこなんですが、まあ下から行きましょうか。下からっていうか、まあこっちゃん、あおちゃん、そらちゃん、本庄さん、嫁様、これを流れにしていこうかなって感じです。まあ問題はどこにいるかなんですけど、本庄さんはもうちょい後、神社、あ、嫁様神社なんだ。はい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 、まあ多分通話でしょうけど、で学校なのかな、あ、あおちゃんで、で中庭にそらちゃんと、こっちゃんがいる感じか。はいはいはい、じゃあこっちゃんから行きましょうか。はい、どうでしょうか、話しかけますか。はい、あ、こんにちは、ガノ先輩。2月に入ってからは校内がバレンタインの話題で持ちきりですね。私は家の総力を挙げてチョコのグラブを全員分作ろうと思っています。楽しみにしててください金がかかってんだって、マネーがかかってんだよチョコのグラブって何、実際の大きさってことなんか干渉とする分にはなんかすごいけど、それ食べなきゃいけないじゃんねそこ考えてるうん、まあ女子だからさ、そういうなんか何、カロリーとかね、そういう体型のこと気にしてる女子もいるだろうから、ねなんか見る分にはいいけど、やっぱ食べなきゃいけないってなるとさ、ちょっともらっても困るみたいなところがありそうだから、ちょっとその辺考えようか
面白いな、最初から面白いな。なんてさすがに冗談ですよ、やっぱね。うん、そ、でも監督にチョコをあげたいと思っているのは本当です。ありがとう。江賀野先輩、14日の予定もう埋まっていたりするのですか？あー、ちょっと保留にしておいて、それはちょっと今後による。うん、まだね、ちょっとね、回らないといけないから。うん、特に何もないですか？あ、大丈夫？そんなこと言って、地蔵くん。大丈夫か？うん、特に何もないですか？でしたら当日少しお時間いただいてもよろしいでしょうか？あー、これ当日忙しいパターンだぞ。ありがとうございます。当日は楽しみにしておいてくださいね。はい、っていう感じで、やっぱ冗談ありましたね。これ当日もなんか冗談ありそうですよね。うん、なんかあのお金持ちお嬢様ジョークじゃないですけど。はい、では、校門にいた、まあ、青ちゃんですね。はい、ちょっとなんかあの風当たり強そうで、なんかあのちょっと怖いですけど。見ていきましょう。うん、はい。あ、ガノ先輩おはようございます。なんか用ですか？いえ、私はただ挨拶しただけです。もういきなりなんか私関係ありませんよ感をさ、なんか出してるけど。関わってくんなよみたいな若干入ってるけど。バレンタインですか？言われてみればそんな時期ですね。私には別に関係ないイベントですけど。ああ、確かに、まあ渡しそうな感じはないよね、なんか誰かにみたいな。うん、まあ意外とサバサバしてるんだよね。先輩はもう予定決まってるんですか？特にないですか？当日の放課後ここで待っててください。それじゃあ失礼します。え、まさかの、え、まさか、まさかの、え。思ってたのと違う。いや、なんかあの興味なさそうなんだけども何かをしようとしてるよね。でもこれ多分好意があってのことじゃないよね、多分ね。実はもうなんか裏でなんかこうガノ先輩っていうか地蔵くんになんか渡そうみたいな計画を練っててとか、なんかそういう、まあそうじゃないと思うけど、何か裏がありそうですね。だからおかしいもん、なんか当たりが強いのにさ、当日放課後ここで待っててくださいとか。意外と関係ない内容かもしれないですね。うん、まあ、ちょっと謎に包まれておりますが、ちょっと思ってたのと違う。うん。はい、で青ちゃんは終わりました。うん、まあ青ちゃんはちょっと謎ですよね、ほんとね。うん、はい、では、ソラちゃんは確か学校の、また中庭に戻りましょう。中庭に戻って、ソラちゃん行きましょうか。はい、ソラちゃんで、はい、で、はいと。お、ガノ先輩、お疲れ様っす。ん？私の最近の調子っすか？まあ、普通っすけど、まあ、最近はみんなバレンタインって騒いでますよね。はい、てんてんてん。その先輩は14日予定埋まってたりするんすか？いや、さっきこっちゃんと話してたの、いなかった。うん。特にないんすね。ただ、地蔵くん、マジ大丈夫か？だったら放課後、バス行きませんか？これはちょっと、よし、決まりっすね。じゃあ、楽しみにしてますね。これ、バスってなるとさ、それも何、バッティングもして行かないといけないから、ちょっと余計忙しくない？はい。まあ、ちょっとバスで何かもらえるかもしれないですね。うん。はい、で、で、木下通りですね。はい、二押し目の本庄さんですね。はい。はい、学校外ですね。OG なんで。あら、ガノ君、やっぱりこんなところで会うなんて奇遇ね。私は買い物をしていたところよ。もうすぐバレンタインがあるから、その材料をね。誰に渡すのかな？ガノ君はもう予定埋まってるのかしら。練習の後は空いてるのよね。それなら、よかったら、14日一緒にお茶しない？これ、忙しいぞ、これ。最近のことも話したいし、野球についていろいろ聞きたいと思っていたから、じゃあ当日は楽しみにしてるわね。お茶してバッティングして、で、まあ、こっちゃんにも会ってみたいな。すごいね。はい、最後ではね、嫁様ですけど、まあ嫁様はね、まあ渡米の最中ですから、うん、まあなんか会って話すみたいなことはなさそうですけど、はい、まあ多分宅配で届きそうっすよね、なんかね。うん、はい、ではね、さあ最後嫁様行きましょうか。うん、あら、ガノさん偶然、ちょっと、ちょっと待って、設定無視してるだろうこれ。偶然ね、じゃないのよ。これあれかな、渡米する前の何時系列的な感じなのかな。だっているはずないもんね。
私もランニングで来ていたところよ。神社の階段は走力アップを図るハードトレーニングにはもってこいの場所だから。あーや、まあ神社で、まあ、あのランニングしてランニングの最中だったっていう感じですけど、そうか、今回はアメリカにいるっていう設定はちょっと無視した感じか。なるほど。それじゃあ、ちょっと待って、一つあなたに頼みたいことがあるのだけど、14日空いてるかしら。実はプロ野球の現役選手が集まるトークショーがあって、そのチケットを、兄が2枚くれたのだけど、トークショーなんて興味なかったけど、選手の生の声を聞けるのは貴重だと思って。有原さん、彼女は補修が入っていて空いていないそうよ。さすがっす。彼女は補習があって。あ、もう怒っちゃってるじゃん。もうちゃんと勉強しろよみたいな感じの雰囲気がひしひしと伝わるわ。はい、空いてないと。うん、もしガノさんが付き合ってくれるのなら当日に大倉ヶ浜駅で待ってるわ。いやー、もうね、なんだろうな、全ての予定を、まあ、なんか入っちゃってるけど、なんか、いや、なんかもう、なんか必然的に入っちゃってるけど、いや、真っ先に、行きたい。真っ先に行くんだけど、気持ち的には真っ先に行くんだけど、当日のタウンマップイベントは、やはり嫁様を最後にしたいので、うん。いやー、しかもその、付き合ってくれるならって言ってるけど、別の意味での付き合ってくれるならっていう風に脳内が変換しちゃって、なんかちょっとそれではそれでドキッとする。そういう意味じゃないんだけど、なんかそういう風の意味で聞こえるっていうのがね、いいね。付き合ってくれるのな、もう別の意味でも、今回のこういう何、感染に付き合うっていう意味でも両方とも嬉しい。はい、まあ感染デートですね。素晴らしい。うん、いいよ、全然いいよ。まあ野球のね、試合観戦は全然僕好きなんでね。うん、でね、久しぶりにね、甲子園の決勝戦とかね、僕見に行きたいんですよ。ただね、遠いんですよね、大阪じゃ。うん、まあ遠いんですけど、やっぱね、決勝戦はちょっと見に行きたいなっていうね、考えがあるんですよ。うん、まあプロ野球の試合はね、まあたまにって感じで、何年かに1回ぐらいの、うん、まあペースですけど、まあね、距離的な問題で、まあジャイアンツ戦になるんですけどね。うん、はい、まあ全然いいですよ。もう嫁様とのもう頼みとあれば、もうね、断る理由なんてね、1ミリもないんだから。はいはい、っていう感じで、まあフラグは全部立ちましたね。うん、まあ、これで2月14日のイベントが、まあバレンタインイベントですね。うん、まあ嫁様との、観戦デートで、本庄さんとの、まあティータイムで、そらちゃんとのバッティングデート、バッセンデートで、あおちゃんは何やら校門で待ってると。うん、風当たり強いかなって思ったんですけど、まさかのなんか誘いがあったっていう、向こうから誘いがあるっていう。で、こっちゃんは、まあお話するんだっけ、全然覚えてないけど、なんかグローブの何ジョークで、チョコグローブのジョークでね、なんか持ってかれちゃってね、覚えてないけど、まあ多分中庭なのかな。うん、まあいいや。うん、まあそんな感じで、まあ2月14日ね、まあまだ13日後なのかな。うん、まだ機会があるんで、まあ、期間があるんで、まあ、そこら辺ね、14日楽しみにね、していきたいなというふうに思います。まあ、まだまだキャンペーン始まったばっかりなので、まあ、今後もね、何のキャンペーンが来るかということを、楽しみにね、待っていきましょう。はい、ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。